40周のスプリントレース、もうレースはもう本当にあと残りわずかになってまいりました。最終コーナー立ち上がってまいります。残りは1周です。残りは1周、最後まで来てしまいました。最後まで来ましたね、まあ、松本の車によっぽどなんかない限りこのまま行くとは思うんですがね、はい、まあでもあの最後の1周でエンジンが壊れるってことも今までレースがありますからね、はい、まあ、そういった形で星野選手はね去年あたりだいぶ泣いてきたわけですけど ね、トップが松本、今シーズン初優勝なるか、1年ぶりの優勝なるか。第2位は通算20勝をかけましての、バイドルから星野。今松本が左 の、はい、あのバックミラーで星野をピタッと見ましたからね、あの距離をもあの測ってるわけですよ、はい、さあ残りはもう本当にわずかで今松本か星野か、第3位が和田です。試験に向かいます。松本が1年ぶりの5度目の優勝なるかどうか、そして星野が追って和田も迫ってまいります。上位3台熾烈の争いで最終コーナーへ。さあ見えてまいりました、富士グランチャンピオンシリーズ第3戦富士インタースピードレース、松本かそして星野、和田の3位争いですがどうでしょうか。松本右手を挙げました。優勝、1年ぶり、昨年の第3戦に続きまして見事通算5回目の優勝であります。松本嬉しそう、右手を挙げております。第2位が星野、そして第3位が和田貴夫と入っております。松本今シーズン初優勝であります。星野も手を挙げました。トップ優勝が松本圭司、2位が星野和義、そして第3位が和田貴夫というものすごいデッドヒートの今年の第3戦でありました。それでは見事に今シーズン初優勝いたしました松本圭司選手に今宮さんにインタビューしてもらいましょう。今宮さん、はい、よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとう。1年ぶり5度目の優勝なんですけれども、これでシリーズへの可能性もまた大いに出てきましたね。いやでも走りに納得してないから、うんうん、もう星野さんのは完璧に速いし、うん、ただエンジンで勝たせていただいたというか、もうちょっとまだ走りの方で納得いかない、まあ、でも本当にこれで、今年のシリーズ最終戦に向けての大いなる希望は持てたと思うんですけれども、次はねベストな状態でね、はい、勝ちたいよね。どうも本当に今日はお疲れ様でした。大デッドヒット、ありがとう。いや寺田さん、はい、まあ、本当にほっとした感じもあったんですが、何かもう一つ納得いかないなという、ね、表情でしたが ね、途中でも分かったようにね、コーナリングの突っ込みなんかは星野の方が早いわけですよね、で立ち上がりで松本、それから、直線で松本と、要するに今彼が言ってるようにエンジンのパワーの差が若干あるわけですよね、ですからそういうことで勝てた。でコーナーで突っ込んでた時、星野が後ろからガーッと来る、もうドライバーにとってはものすごいそれが悔しいことなわけですよね、はい、ですからそれが彼が言うその納得いかないと、というところに表れてると思うんですよね。そうですか。でも、まあ、苦しかったと思いますね。あとレースが10周あったら、どうなってるかなと思うようなことじゃないですかね、はい、まあ、しかし上位の争いも誠にものすごかったんですが、一番の勝因、これはどの辺にありますかね。まあ、スタート出れたことですよ、これスタート出れたことですね。それから星野も逆に言うとスタート前まではね、今日はどうかなーなんていう声があったですね、でもやっぱり星野もスタートうまく出れたと、それがやっぱり今日の2位が取れたっていうことじゃないですかね。そうですか、それから和田選手のこの、頑張り、これもやっぱりね、これは大したもんです素晴らしいですね。素晴らしい。もう彼後半一番速かったんじゃないですか、後半22秒台ぐらいで走ってたでしょ、前の2台が23秒になってる時、彼コンスタント22秒で追い上げてきたわけだから、これは立派なもんですね。そうですね、まあしかしその他ではですね、ジェフリースがちょっと遅れてしまった、まあ、スタートつまずいたのがそのままずるずるっといってまして、一時追い上げてきたんですがね、はい、まあ、ちょっと、無理が立ったのか車はどっかおかしくなったんですね、ちょっと調子悪くなったみたいですよ。そうですね、これでレースはですねヤマハエンジンがまた第2戦に続いての優勝ということになったわけですね。
やっぱあのだいぶ安定してきたんじゃないですかね。そうですか、はいはい、それからあのブリヂストンタイヤが16連勝と、はい、これもやっぱり素晴らしいですね。そうですね、さあ今度は10月の19日最終戦、ね、チャンピオンが決まるわけですがいかがですか。うですもうこれがもうどんなことしてもこのレースは見逃せないですね。面白いですよ、はい、松本、星野、和田のこの道ともえ、この辺もまた面白くなりそうですね。そうですね、はい、どうもありがとうございました。どうも、はい、それではスタジオの多田さんどうぞ。はい、どうもご苦労様でした。それにしても本当に今日は迫力ある素晴らしいレースでした。さてこの GC の戦列を放っております中島悟選手ですが、ご存知のように日本人のドライバーとしては初めて来年はロータスホンダから F1 ドライバーとしてデビューすることになっております。1987年度からホンダエンジン搭載のティームロータスより、フォーミュラ1、全予定といたしまして、16レースに、参加することになりました。中島選手は早々とヨーロッパに渡っておりますが、心はすでに来年の F1 レースへと飛んでいるのではないでしょうか。もちろん彼の目線の先にはロータスに乗るセナがいたわけですけれども、外国人記者からも質問攻めにあったようです。その中島、ヨーロッパの F3000 に参加しているんですが、8月16日オーストリアで行われた第8戦、中島は予選は第4位でした。本番は4番手からのスタートで出遅れて7番手まで後退します。しかしさすがに中島、その後は着実な走りで上位を伺います。途中からトップに立ったのはご覧のようにこの車ですね。日本の F2 でもおなじみのレイトンハウスカラーのイワン・カペリ。一方のカーナンバー5番の中島、4番手まで浮上してまいります。結局レースはカペリが逃げ切って優勝、2位には中島のチームメイトニールセンが入りました。そして注目の中島ですが、ターキーニと激しい3位争いを演じたんですが、わずか0秒2の差で4位となって惜しくも表彰台を逃しております。なお先月25日バーミンガムで行われました第9戦では8位に入賞しております。この後もいい成績を残してもらいたいと思いますね。さてそれでは今日のレース結果をまとめてご覧いただきましょう。まずカローラスプリンターグランドカップレースですが、優勝は鈴木、そして2位にコマ、3位にハンヌが入っています。マイナーツーリングでは相葉が優勝しました。そして2位には真田、3位には戸平とベテラン勢が入っております。さらに注目されます女性だけのレース、ピットレディースカップレースですが、町川が優勝しました。2位に矢島、3位には久保田と入っております。そして JSS ですが、ご覧のような結果になっております。以上今日の結果をまとめてご覧いただきました。まあ、GC は4戦シリーズということで、まあ、文字通り短期決戦なわけですね。チャンピオン争いも熾烈になっております。果たして星野が3年連続チャンピオンになるのか、松本が逆転するのか、その行方は最終戦、10月19日の最終戦にかかっております。どうぞお楽しみに。その結果を西村さんに伝えてもらいます。はい、こんにちは、西村愛子です。まずゴルフをお伝えいたします。最終日を迎えました関東オープンはファンの期待にたがわぬ、青木功とジャンボ尾崎の好勝負となりました。どうぞ。青木が17番でようやく尾崎に1ストロークの差をつけて迎えた18番、難しい位置のラフから打った青木のセカンドショットをご覧ください。あわやイーグルという見事なアプローチショットです。これに対し尾崎もこのホールバーディー。しかし青木はこのウィニングパットを難なく決めて尾崎を振り切りました。なお3位には今日8アンダーの中島恒幸が入りました。はい、続いてプロ野球デーゲームの結果です。注目の格はいつか見た男の青空です。グラスがついてます。人と人が近くなってきた僕らの飛び道具。